黒又ダムは、新潟県野沼市、品野川水系黒又川に建設されたダム。高さ24.5メートルの重力式、コンクリートダムで、東北電力が管理を行う、水力発電専用ダムである。品野川水系で最も古い大正時代に建設された古いダムで、破綻川との合流点付近に建設され、1926年に完成した。 日本発送電による管理を経て、1951年より、東北電力に管理が移管され現在に至る。その後、魚野川流域は、電源開発が、発電用水利権を保有したため、魚野川流域では、ヤブカミダムと共に数少ない東北電力の、水力発電所でもある。黒又ダムでは、大差が非常に進行している。 2002年11月18日に朝日新聞が報道した44ダムで大差50%以上という記事中で黒又ダムは先頭ダムや安岡ダムなどと特に大差が進行したダムとして報道されたこの時の大差率は89.3%である実際貯水池は大差で中須ができており中須には樹木が生えている状態である 大佐容量の9割近くが砂にうずもれている状態にあるが、有効貯水容量は残存しており、取水が可能であるため発電には現在のところ支障がない。ただし、大佐率が100%を超えると、発電にも支障が出る可能性がある。黒又ダムは上流に位置する、黒又川第一ダムと同じ工程で行くことが可能で、銅の途中で目にすることになる。停滞は、 当時の重力ダムで多く使用されていた玉石張りである。土木技術的に貴重な施設であることから土木学会の日本の近代土木遺産現存する重要な土木構造物2000線に指定されている。春先の融雪機には停滞から豪快に越流する様子を見ることができ迫力のある光景を楽しめる。国道252号からも望むことができる。 ありがとうございます。